け目の修正ね。気のせいか、修正が進むたびにややこしい歴史に飛んどる気がする。次に行く歴史がどこなのか、何が起きるのか、よく気をつけて観察するんじゃぞ。俺たちはコントントの守りに当たるので協力できませんが、頑張ってくださいね。フィオのことだけど、あの子にはいろいろ聞きたいことがあるわ。できれば捕まえるか、動きを止められないか試してみて。あ、もちろん時の裂け目の解決が最優先よ。フィオのことはその後でいいわ。それじゃ、行ってらっしゃい。罪と呼ぶなら呼ぶがいい。ブラック、貴様は、貴様は俺がやる。ザーマスたちと戦った時の歴史か。悟空もベジータも倒れて、トランクス一人で食い止めている状況のようじゃが。ちょっと待って、ザマスとロゼの他にもう一人いるわ。あれはジレン、第11宇宙最強の戦士だ。なんでこんなところに。決まってるでしょ、ダーブラが洗脳して送り込んだのよ。ジレンの強さはもう次元が違うんじゃ。あやつが敵というのはまずいぞ。まあまあ、そんなに慌てないで。ヒュー、かわいそうなトランクス、彼にも味方を呼んであげなくちゃ。そう、勇敢で頼もしい味方をね。あなたはトランクス、たくましく成長したな。あの時の恩を返す時が来た。俺も一緒に戦わせてくれ。あれはタピオン、南田銀河の勇者よ。見たことのないやつじゃな。トランクスと知り合いのようじゃが。別の歴史のトランクスと交流があったのよ。もジレンもこの歴史にはおらんかった存在。二人を倒して歴史を修正するんじゃ。もしくはフィオの歴史改変を手伝ってタピオンとトランクスに加勢するかね。そう、歴史を修正するのね。じゃあ、あとは任せたわよ。俺の邪魔をするつもりか。止めて消してやる。あの野郎が相手にとって不足はないぜ。トランクスの仲間でもヤツらの仲間でもない。あれはただ戦いたいだけだ。
こんなに早く最後の手段を使わせるよ。こっちの可能性を見逃してしまったか。なんてことだったの。予定は狂ったが、どちらにしろ些細なこと。この姿を見られることを喜ぶがいい人間で、全宇宙における唯一の神、ジャマトの誕生だ。出やがったな。だがチャンスでもある。これまで以上に気を引き締めていけ。ここ俺が追い詰められる。別の宇宙まで超回復してきやがって。正義がなんだ。そんなお前の押し付けなんぞクソくらいだ。いつの間にか熱くなりすぎておらんかが。チクショー。場外からいちいちうるさいぞ。バレストも渡っている。まだだ。今からでも取り戻す。大丈夫か、トランクス。父さん、悟空さん、来てくれたんですね。先ほど来ていた人たちも。何の話だ。え、フューの姿が見えないな。逃げ足の速い野郎だ。まあいい、これで歴史も元に戻るはずだ。一旦時の巣に帰るぞ。出迎えもなしか。コントントの方へ行ってみるか。石になっている。これは一体どういうことだ。おい、国蔵庫に行くぞ。ここで何があったのか調べるんだ。ほう、時の裂け目から戻ってきたのか。だが、もう手遅れだ。時の海王神は間もなく死ぬ。そうすれば、この時の巣も消滅する。
この世界の歴史もろともな。すべてを救いたいならついてこい。罠だろうな。上等だ。小賢しい作戦ごと吹き飛ばしてやる。